怒りについて、怒りは煩悩であり猛毒です。早く手放したい感情ですが、とても理不尽なことをされて生じる怒りは手放すのが難しいのも事実です。程度にもよりますが、自分の子供が不当な扱いをされた時の怒り、例えばパワハラやいじめなどで子供の人権を無視されたり、命を軽視された親が抱く怒りはどう処理したらよいと思われますか、という質問です。だからね、起こるのは理不尽なことが起こるだけでしょうね。だから普段起こらないそうと理不尽なところことが起きたら仕方がなく起こりますよって言ってもね、あまり意味がないね。人は私の機嫌取ってる間は私は怒らないでいますよと。しかし人が私の気に障ること言ったら激怒してやるぞって言ったこと、怒りの管理してないんですね。だからやっぱり話はね、怒りが現れる環境で起こらないでいることなんです。それが修行になって先行になるんですよ。こういうエレクスを立ててはいけませんね。ではなくて言うべきなのは、頑張ってはいるんだけど時々、もうダメな時もありますよと。それを言ったらそれは理解できますよ。怒らないで言おう言おうと頑張って頑張って頑張っても結局負けちゃったとかね、ことはありえる。あんた方はしっかり仕事をするなら私は決して怒りましょうと言ったってもそれシャレにならないんです。だからその論理的なポイントを覚えてほしいんですね。悪い条件で怒りが生じるんですね。だから悪い条件が起きたらそこで起こらないようにするという修行をするんです。そこでまた次この質問の続きありますからね。自分の子供は不当な扱いされる時とかね、パワハラやいじめなどでね、子供の人権無視されたりとかね、命を軽視されたりする場合は、なんで怒りを抱くんですかね。怒りを抱くと、あなたには解決することはできなくなるんですね。だからそういうことはこの一般論で見てほしい。我が子を不当な扱いされたではなくて、我がというところはカットしてください。で、不幸な扱い、不当な、不幸ではなくてね、不当な扱いされたと、誰でもいいんですよ。我が子に限る必要はないんです。それで怒らないで冷静にそういうことはやらん方がいいと思いますよと。これは不当な扱いだと思いますよと。と言った方がいいんです。言って相手が自分の、なんて言いますか、自分を直すか直せないか分からんだけど、まあとにかく直してくださいと言い分は言う。そこに怒り込み入っていると、
向こうは侮辱したことになる、あなたは何者かと、私にそんなことを言うため言うのはと、向こうも怒ってくるんですね。で、自分がそうではなくて、これってなんか不当な扱いというように見えちゃいますけど、まあ、私だけの気持ちですかね、どうでしょうかという感じで相手に、そうじゃなくてこういうふうにした方がいいんじゃないというふうに、まあ、問題を作るんじゃなくて問題解決しましょうよと相手に言ってあげてくださいよ。人権無視っていうのは自分の子供の人権ではなくて全ての、だから我が子っていうこの主語を捨ててください。主語で竹の子の場合は我々は文化的な人間として社会でそういう不当な扱いやら人権軽視やら差別やらというものは社会ではよくあるものなんです。完全に消えないんですが、しかし理性のある人々はいくらかそこをなくすようにと努力もしなくちゃいけないんです。それに感情入っちゃうともういかないんですね。だから我が子の人権侵害無視されちゃうと腹が立ちますけど、他人の子供他人の子供ではなくて人権侵害の場合は無視していることはできますよと言っちゃうと、あんまり立派な人間じゃないね。ではなくて、私はプリンシパルとして人権侵害するのは良くないと思ってますよと。私は人権侵害したり無視されしたりしませんと。で、他の人々もそういうことをやろうとするならば教えてあげましょうと。いう性格になった方がいいんです。そうするとそのこの怒りはどうするのかという問題は消えます。その場合は怒ったらもう本当にアウトですね。問題あるんでしょう。この問題を解決しなくちゃいけないんですね。それに怒っちゃうと問題は拡大するんでやって解決はできないんですね。で、こちらで質問の中にあるのはこの理不尽なこと、まあ全部同じことですけどね、まあできるだけ理不尽と言ったってもね、これをよくわからないね。自分がそう思っても相手はそう思わない場合もあるし、自分が人権無視しまったと思っても相手は別にそんなつもりではないということもあるし、だからそれに怒ると全てダメになっちゃうんですね。怒らないで冷静に対応する、冷静に対応すると、あるいはこれは人権無視じゃな、なかったんですかね、よかったって終わっちゃうでしょうね。あるいは本当に人権無視でしたならば、それはやめてよと、そんなことやってはいけませんよと。私はすごく嫌でしょう、そういうふうなことやる人々のことはね、というふうに言ってあげた方がいいんですね。だから我々の仕事は社会の問題の、社会は不完全ですね。だから社会の不完全なところに腹が立って怒ることではなくて、冷静に自分の力ある範囲で直すために努力することです。はい、以上です。はい、やはり怒りについてですね。自分が他人に対して強い怒りを感じる共通点として、他人の心に無自覚な無知を見たときだと気づきました。
自分の無知を顧みずに行動や言動をしている時などです。自分に対する怒りも自分の無知に対して感じることが、特に多いです。何かアドバイスがあればありがたいです。どうしよう、明確でしょ、無知をやめてください。ビスにやるのは知ってるな、そんなもんでしょ。ですから、まあとにかく人は無知だからということでね、許してあげる気持ちを作ってください。怒らないでください。自分も怒る場合は無知で怒りますから、そのというか自分が本当にどうしようもないバカであったということを確認してください。それやってみると、どんどん怒りの罠から足を外すことはできます。はい、はい、ありがとうございます。次の方も怒りですね。子猫さんという方ですね。電車の中でマナーが悪い人に怒りを感じてしまいます。特に満員電車で隣に座った人が足を組んでくると、こちらの服に相手の靴が当たりそうでとても不快です。しかも道中長いので、せっかく座れた席を立ちたくありません。怒りと怒りを観察しても消えません。どうしたらよいでしょうか。続きがあります。足を組まないでもらえますかと言っても聞いてもらえないことがほとんどかと思います。わかりませんが、一度だけ、言ったことがあり、注意したことがあるんですね。その時は逆ギレされました、ということです。私はそんな、私は知ってる限りは大体みんなすごい性格いいんだけどね、足を組んでも、あ、まあ、やっぱり東京あたりでは結構周りに迷惑ならんようにとは気をつけるんですね。これも酒飲んでもう、まあ人間性を失っている場合はもうしょうがないんですね。で、人間っていうのは酒飲んじゃうと猿に戻りますしね。まあ人間で言うと猿のような猿性格は変えたくない人々も結構いることはいるんだけどね。そんなに私はここでこう答えるほどの問題は大きくないと思いますけど、あなたはちょっと緊張しすぎかなと思いますね。それぐらいのことでね。だからもしかするとこの質問している方が相手のきめ細かいところは派手にハイライトして拡大鏡で見ているような感じがします。相手の過ちはできるだけ小さくしてみるんです。拡大鏡で見ないんです。自分の過ちはちゃんと拡大してって見なくちゃいけないんで、だからこの言葉通りではちょっと私は答えちゃうと、なんか私はハマってしまいますね。間違ったこと言ったことになるんです。正直悪いのはどちらかとわからない。足を組んで座ってる人か、それに腹が立ってるこの質問されてる方か、いや分からないんですね。それはそういうポイントをご自分でもちょっと考えてみてください。
大体あのもう私のような人間に立ってもちょっと相手のこと迷惑だったらちょっと頭を下げておじきせただけで僕はすいませんさっさと直しちゃいますよ。謝ることまでするんです。私は相手にそんなことしないでくださいって言ってないんです。まあ時々電車などで座ってる時はね、あの子供たちとかはね、あの後ろから遊んだり座席の、あの背もたれを蹴ったりする場合は最悪ですけどね。それで私はまあもうしょうがないと、子供たちは親と一緒に行くんだからガチャ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 、まあ遊んでるんだからまあそこら辺ちょっと我慢するしかないっていうふうに思っちゃうんですね。まあ飛行機の場合もたまにあるしね。だからまあまあそういうことですけど、まあそれぐらいのことは気にしないでください。人々もまあそれぞれあなたと同じく楽に電車の旅をしたいでしょう。あなただけじゃないでしょうね。あんたは長い距離行ってるんだから座っていたいし、他の方々も同じことだからね。もし相手がね、何とか例えばこれあまり言いたくない答えなんですけど、例えば足を組んでいて自分の服に触れる靴を、その時は相手に全然気にしないように自分のハンカチを取ってあのこの靴を触れるところに自分の足の上に敷いておいてください。そうすると自分の服は汚れないし、相手が「いい大丈夫大丈夫」と言ってあげてください。相手が足を直そうと思ったら「大丈夫大丈夫ですよ」と。それで別荘な世界が現れてくるんですね。だって相手方が楽に行くことにはこの人を協力してくれるんだと。私は迷惑かけていたのに自分が足の上にハンカチまでそけちゃっていうことでお互い様の性格治りますよ。まあ言ったら逆切れでしょうね。それはもうそういう流れなんですね。はい、はい、ありがとうございます。次の方も怒りの質問ですね。ヘイヘイさん、私は自分よりも弱い立場や、マイノリティである他人が不当な差別や侮辱を受けたときに激しく怒ってしまうときがあります。今まではそれを義憤、正義の憤りですねという言葉で正当化していましたが、そんな場合はどうやって怒りを鎮めるべきでしょうか。あの前にも答えたんだから、怒ったらあなたの仕事をできなくなるんでしょうね。あなたはそうやってこのマイノリティの方々のことを扱いされると、そうやるなよと、このバカたちに教えてあげる義務があるでしょうね。どうせそんなふうなことをやる人々はもう好かれているし、物事は正しく観察していないし、あるいは感情にやられている可能性もあるし、勉強していない可能性もある、いろんな問題あるでしょうに。だからもう自分が寂しているということにすら気づかないしね。だからそれ直すことは理性のある人の仕事でしょうに。だから自分の仕事をやってください。怒っちゃうとそれはできなくなります。
はい、ありがとうございます。次の方も怒りですけど、ですかね。あ、ちょっと違いますかね。りょうたさんという方。犬を叱るとき、怒りの感情に気づきながら叱っている自分がいます。犬に噛まれたとき、時間を置かずすぐに叱らないといけないとブリーダーに、犬のブリーダーの方ですね、に教えてもらいました。なので、すぐに叱りますが、その時自分の中に、人を噛まない子になってほしいという理性と、痛い、畜生という怒りもあります。怒りを持ってなすことは悪行為になると思うのですが、このような時にはどう考えればよいかアドバイスをいただけませんでしょうか。同じ答えでしょ、別に。なんで怒るの？犬を叱らなくちゃいけない。それだけ。大きい声で犬はびっくりして立ち上がって、もうなんか転がるぐらい大きい声で、これはやってるのと何とか言っちゃえばね。そこで犬は自分で考えるんです。だいたい声高くするだけで十分です。怒ったからで犬はそんなこと分からないしね。犬にとってはこのトーン分かりますよ。だから授業、子供たちの授業やってるとも子供たちはガチャ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 喋ってると、みんなゆっくり喋ってるんですね。だから一人一人が授業の邪魔じゃないと思ってるんです。でも30人ぐらいゆっくりゆっくり喋っちゃうと、これは大音量になるんですけど、子供たち知らないんですね。だからいきなりすっごい大きい声で、ですねと始めちゃう、びっくりしちゃって話聞いてます。怒る必要ないんです。すっごいもう大きい声でイントネーション高くして、もうびっくりさせちゃう。それで流れが変わるので、犬の場合はね、まあものすごい大きい声出した方が犬がびっくりします。犬は人間より音に敏感です。はい、ありがとうございます。